はい、酒好きの新潟人の飲酒動画です。今回は、スミノフの新しい、バージョン、スミノフアイスのね、新しい、ワイルドグレープ、グレープ味ですね。アルコール度数 5%、無果汁です。スタイリッシュなボトルが魅力の、低アルコール飲料。ほのかな甘さが香るグレープテイスト、かっこ無果汁。原産国が韓国。原材料がウォッカと糖類と酸味料と香料と口なし色素と、赤色40号です。やっぱりあれですね。新しくなったスミノフアイスはなんか、全部無果汁やな。じゃあ乾杯。なんか、グレープ味のガムっぽいな。グレープ味のね、まあ、ファンタっていうあれもあるか。グレープ味のファンタ。もしくは、グレープ味のガムっぽい。味しますね。そしてなんかやけに甘い甘さが、なんか甘さの刺激っていうか、なんか突き刺すような甘さがある。甘っ。もう多分、新しいスミノフアイスはもう、ダメだね。昔のスミノフアイスの方がまだいい。うん、なんでこんなまずくなったんだろうね。めちゃくちゃまずくなった。こんなん、ほとんどジュースなんですけど。ほとんどジュースなんですけど。これさ、なんか、いわゆる、なんていうのかな。バーじゃないけど、バーじゃない。なんかダンスを踊るダンスとかをする、なんていうんだろう。ハプニングバーじゃないけど、なんか、あるじゃん、なんか。なんていうの？あれ、行ったことないけど。なんか、ダンスするところ。ああいうとこでこれ飲んでる人いないと思うぞ。本当に。なんか、公式サイトにはさ、なんか飲んでる、ような感じでさ、書かれてるけどさ。これ、飲むやつ絶対いないと思う。甘すぎる。ほとんどはジュース。まあ、ガキの飲み物です。ガキの飲み物。もう甘すぎる。ジュースじゃない。これ。甘さと、甘さからするともう明らかにジュースだね。2532です。ご視聴ありがとうございました。